光る君へ第2話では成人した道長と紫式部の様子や炎雄天皇と明子の対立などが描かれました。日本サロンではこれは史実なのという疑問に答えるべく、どこよりも早くドラマで描かれた内容の歴史解説や今後のストーリーの前提知識を紹介しています。今回は主人公真宙と藤原の道長周りのお話はオリジナルストーリーのため、藤原の兼家が藤原の道兼に命じて炎雄天皇に薬を盛ろうとしたのは本当か、諸定親王が気功が多いとされるのは歴史の被害者だったからなど、第2話巡り合いの解説は藤原の道長の父兼家と炎雄天皇の駆け引きを中心に見ていこうと思います。最初は藤原の道長と今回初登場したロバート秋山さん演じる藤原の実助について解説していきましょう。第2話で描かれた984年に19歳となった藤原の道長は右兵衛の権之助に任じられます。これは貴族としては特段目立った昇進ではなく、少なくともこの段階では藤原の兼家の五男だった道長がこの後最高権力者になろうとは誰も思っていなかったのです。この頃の道長の記録としては藤原の実助の日記小遊記があります。そこには右大臣の子道長と呼び捨てで記述されており、小物扱いされているのです。この道長を小物扱いしていた藤原の実助とはどのような人物だったのでしょうか。実助は当時としてはとんでもない長寿で90まで生きるという大往生を遂げた人物なので、その人物像については後日個別動画で解説する予定です。今回は実助の生い立ちとこの頃の実助について簡単に解説したいと思います。藤原の実助は957年に藤原の忠利の子として生まれました。藤原の道長とは鳩子の関係で、実助の方が9歳年上となります。実助は祖父で関白だった藤原の実頼の養子となり、ドラマで描かれた984年は九郎殿等を務めていました。九郎殿等とは簡単に言えば天皇の秘書官で、宮中に泊まり込みで働かなくてはいけない日も多い激務の役職でした。この頃は道長よりも実助の方が立場が上であり、道長に追い抜かれることになろうとは思いもよらなかったことでしょう。実助は自身の後見となるはずの養父実頼や実父忠利が早くに亡くなってしまったこと、兼家や道長のように自分の娘を天皇に嫁がせることができなかったため、出世レースで道長に敗れることになります。そのため藤原の道長とはライバル関係で語られることが多いですが、道長は実助の実務能力に一目置いていますし、実助も自身の日記小遊記の中で道長を皮肉ったり酷評することもあるものの、基本的には道長の能力を高く評価しています。道長にもそして紫式部の人生にも大きく関わる藤原の実助がどのように描かれるのか楽しみですね。さて、次章では今回の第2話のお話をより深く理解するためのキーパーソン炎雄天皇について見ていきましょう。第2話では炎雄天皇が明子を冷遇する様子や、兼家が炎雄天皇を退位させるために道兼に薬を盛るように命じるシーンがありました。これも実態とは少し異なるため、その前提として時の天皇炎雄天皇について紹介したいと思います。炎雄天皇は959年村上天皇と皇后安子との間に生まれました。967年に父村上天皇が死去したため、次期天皇に指名されていた炎雄天皇の兄冷泉天皇が即位します。そしてこの段階では冷泉天皇に子供がいなかったため、後の炎雄天皇が東宮つまり次期天皇に指名されるのです。その翌年の968年に諸定親王後の火山天皇が誕生しました。光る君へでは紫式部の父藤原の為時が漢文の指南役となっていましたね。そして王子が誕生したことで冷泉天皇は予定通り炎雄天皇に位を譲りますが、炎雄の次の天皇には諸定親王が指名されるのです。こうした経緯があり、光る君へでは天皇の甥である諸定親王が東宮となっていたのです。
遠雄天皇は冷泉天皇が退位するときにたまたま王子がいなかったため、次期天皇に指名された、いわばピンチヒッターでした。そのため当時の人々も、元貞親王が即位すれば、その後は再び冷泉天皇の子孫が代々天皇を継いでいくと考えていたのです。しかし、せっかく天皇になった遠雄天皇も当然自分の子孫に皇位を継承させたいと考えます。当時の天皇にとって最も重要なのは、自分の子供や孫に天皇の地位を継承させていくことでした。これは非常に重要な視点なので、ぜひ覚えておいてください。そこで自分の子に皇位を継承させるため、遠雄天皇の挑戦が始まるのです。ドラマでは様々な手段を用いて遠雄天皇を退位させようと藤原の兼家は目論んでいましたが、実際の遠雄天皇と藤原の兼家もあまり良好な関係とは言えませんでした。その理由を解説しましょう。即位した遠雄天皇は、一代限りの天皇から脱却するため、自分の支持者、もしくは冷泉天皇と距離のあった貴族を抜擢していました。その一人が、当時天皇の補佐役にあたる関白だった藤原の頼忠です。頼忠は兼家のいとこにあたり、娘の信子を遠雄天皇に嫁がせ、天皇との関係を強化しています。一方、遠雄天皇は退位するまで一貫して道長の父藤原の兼家に対しては冷淡でした。その理由は、兼家が冷泉天皇に娘を嫁がせて王子を産んでいることが挙げられるでしょう。光る君絵では描かれていませんが、兼家は968年に長女の桃子を冷泉天皇に嫁がせており、桃子は沖貞親王、後の三条天皇を出産しています。そのため遠雄天皇は兼家を冷泉型と見ていたのです。ただ兼家は次女の秋子を遠雄天皇に嫁がせているため、明確に冷泉天皇型だったわけではありません。兼家は冷泉天皇の子、遠雄天皇の子、どちらでも構わないので、自分の孫を天皇にしたいと考えていたのです。そして遠雄天皇にとっても、藤原の兼家にとっても、待望の王子が生まれました。980年、兼家の次女秋子が泰仁親王、後の一条天皇を出産するのです。崋山天皇にはまだ子がいなかったため、遠雄天皇は一代限りの中継ぎ天皇ではなく、自分の子孫に代々天皇を継ぐことができる可能性が出てきました。ところが泰仁親王が生まれたものの、光る君絵でも描かれたように、982年、遠雄天皇は皇后の地位に頼忠の娘信子を据えました。王子がいるにもかかわらず別の女性を皇后に据えるのは異例中の異例です。ドラマでは遠雄天皇が兼家の増長を恐れたためと描かれていましたが、実際はもう少し複雑な遠雄天皇の思惑がありました。辞書ではこの遠雄天皇の思惑と、ドラマで描かれた兼家が道兼に命じて天皇に薬を持って退位させようとした話の真偽について解説しましょう。遠雄天皇が泰仁親王の母秋子ではなく信子を皇后に据えた理由を見ていきましょう。天皇の妻にはランクがあり、主に皇后と女房に分かれています。皇后の方が立場上であり、仮に皇后が王女を出産すれば、先に生まれていた女房の子より優先して天皇に即位することができるのです。先ほども紹介した通り、冷泉天皇に嫁いでいた兼家の長女桃子は沖貞親王を出産していたため、遠雄天皇は兼家を警戒していました。自分の子孫に天皇を継がせていくためには、冷泉天皇に娘を嫁がせていない関白の藤原頼忠を遠雄天皇は最も信頼していたのです。そのため遠雄天皇は頼忠の娘信子を皇后としました。こうすることで秋子との子泰仁親王を確保しつつ、信子との子が生まれればその子を次の天皇に据えることができます。当然遠雄天皇の対応に藤原の兼家は激怒し、しばらく宮中に出向かなくなったといいます。さらに秋子は泰仁親王を連れて実家の東三条殿に帰ってしまうのです。遠雄天皇が泰仁親王を気にかける和歌を送っても、3回に1回程度しか返事をせず、泰仁親王の5歳を祝う着子の儀にはしぶしぶ3日間参拝したものの、すぐに帰ってしまうありさまでした。ただし秋子が実家に帰ってきたことが藤原の道長にとっては大きな幸運となります。
アキコと過ごす時間が兄道隆や道兼よりも圧倒的に長く、後に天皇の母となるアキコは道長を強力にバックアップしていくのです。詳しくは光る記名序章、主要人物全員紹介で紹介しているので、お時間のある方は合わせてご覧いただければと思います。さて、光る君絵では遠遊天皇を退位させるため、藤原の兼家は藤原の道兼に天皇に薬を盛ることを提案していました。この後どのような展開となるかは分かりませんが、これもドラマの創作で、実際は遠遊天皇自らの判断で退位することになります。それではなぜ退位したのか、その理由と遠遊天皇の悲願の行方について最終章で見ていきましょう。なお、次章は歴史的な展開としてのネタバレを含みますので、前提知識なしでドラマを楽しみたい方はここで離脱していただいて大丈夫です。結局、皇后となった信子は王女を出産することはできず、逆に数え年16歳になっていた元貞親王に王子が生まれる可能性が出てきました。そこで遠遊天皇は次期天皇に指名されていた元貞親王に位を譲り、元貞親王は火山天皇として即位します。そして遠遊天皇は火山天皇の次の天皇に自分の子である安仁親王を指名するのです。皇位継承についても遠遊天皇はかなり主体的に動いていました。こうして遠遊天皇は一代限りのピンチヒッターから自分の子孫に天皇を継承させる土台作りに成功したのです。遠遊天皇の次の天皇の火山天皇は道長の父藤原の兼家の策謀により出家し、一条天皇が即位します。そして半ば強引に一条天皇の次の天皇として兼家の長女東子が産んだ沖貞親王が指名されるのです。兼家の目論見通り、2代連続で自身の孫が天皇になることが決まります。皇后に指名されずに激怒し、実家の東三条殿に帰っていた秋子ですが、一条天皇が即位すると宮中に戻り、天皇の母として皇太后となりました。兼家は一条天皇の天皇の権限を代行する摂政となり、道長たちも出世することになります。一方、王子を産むことができなかった皇后信子は宮中を退去して実家に戻り、頼忠は関白を辞任し、その子孫も出世レースから脱落することになるのです。信子が遠遊天皇との間に王女を出産していれば、この後の日本の歴史は大きく変わったことでしょう。遠遊天皇は991年に数え年33で亡くなりますが、1017年に五一条天皇の次の天皇に弟の後須楽天皇が建てられたことで、その後も遠遊天皇の子孫が代々天皇家を継ぐことが決まりました。その光景を遠遊天皇は見ることはできませんでしたが、彼の悲願は達成したのです。ちなみに結果的に遠遊天皇との皇位継承争いに敗れた冷泉天皇やその子火山天皇は変な行動をする逸話が数多く残っています。光る君絵でも後火山天皇となる元貞親王は気候に走る描写が多々ありますよね。冷泉天皇であれば清涼殿近くにある見張り小屋の上に座り込んだ、病気で寝込んでいるはずにもかかわらず突然大声で歌い出した、火山天皇であれば側室の最中に性行為に及んだといった具合です。冷泉天皇は何かしらの精神疾患を抱えていた可能性も指摘されていますが、多くの逸話は実態よりかなり盛られた逸話となっている可能性が高いでしょう。光る君への時代考証、倉本和弘氏は、もともと正式な皇統は冷泉天皇であったにもかかわらず、遠遊天皇の子孫が代々皇位を継承することになったため、冷泉天皇や火山天皇には天皇としての資質に欠いていたから皇位を継承できなかったという論調を作り出したのではないかと指摘しています。平安時代も勝者が歴史を書いたという典型例と言えそうですね。いかがだったでしょうか。今後も日本サロンでは最新研究の成果から大河ドラマをより深く掘り下げていきたいと思いますので、感想コメントや高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回の参考文献は動画の概要欄に掲載しています。より深く学びたい方はチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。